皆さんこんにちは。眩しい日差しがピッチに降り注いでいます。この最高のピッチコンディションの中で行われる注目の一戦をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。今日も面白いカードになりました。期待が高まるこの一戦、バルセロナがデポルティーボアラベスを相手にします。はい、よろしくお願いします。これだけのカードですから、キックオフが待ちきれませんね。いい試合を期待しています。こちらがバルセロナの先発メンバーです。ゴールキーパーはテアシュテーゲン、ジュール・クンデとジョルディ・アルバがサイドバックに、デンベレとアンス・ファティが中盤のワイドな位置、そしてトップはレバンドフスキーです。バルセロナボールで試合開始です。セルヒオ・ブスケッツ、さあペドリア、アンスマネ・ファティ、バルセロナが入ってきました。いい形です。シュートは入るか。おっと、ダイビングセーブで反応。キーパーがゴールを守っています。中に入れた。キーパーがいいセーブを見せました。再びコーナーキックです。ボレーシュートだ。さあどうなる。このプレスは効果的です。相手はクリアを余儀なくされました。レバンドフスキーへ。レバンドフスキー、ノット入った。先制ゴール、開始早々に決めてきました。積極的な攻撃でしたね。ディフェンダーを処理し冷静にゴールを決めました。鮮やかなシュートです。さあキックオフ、試合はバルセロナがリードしています。アラベス、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。シュートにつなげたいところでしたが、ここでボールを失います。レバンドフスキーへ。チャンスです。レバンドフスキー、ブロックした選手はシュートコースを読んでいたんでしょうか。高い位置でカットします。シュートを打ってきた。キーパーが見事にセーブしました。さあどうする。デンベレ止めたが抑えられない。さあどうなる。レバンドフスキーへ。レバンドフスキーにチャンス、ここも決めてきました。これでこの選手は2得点、流れを引き寄せました。この失点シーンですが、ペナルティーエリアの中で相手を自由にさせすぎですよね。もっと早めに潰しておけば防げていたんじゃないでしょうか。これは監督も怒っていると思います。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ここまでのポゼッション率を見れば、バルセロナがボールを支配していることがわかります。要所をきちんと抑えていることがこの結果につながっているんでしょう。この後も得点シーンを期待できそうです。ちょっと正直なシュートでした。コースを外したかったですね。おっと、これはキーパーのミスでしょうか。インターセプトされました。ウスマン・デンベレ、ペドリ打てるか。あと誰か反応しているか。枠に当たって跳ね返ったボールをキーパーが抑えました。キーパーにとってはゴールの枠は友達といったところでしょうか。そんな言葉通りの場面でした。フレンキー・デヨング、ここで抜いてきた。レバンドフスキーへ。これはキーパーが止めた。シュートを許しません。ベンチが動きました。控えの選手と変えるようです。
デンベレのコーナー、ディフェンダーがクリアしました。ゴールライン上でしたね。はい、これはチームを救ったプレーです。前半の終了を示すホイッスルが。サイドを交代して後半戦が始まりました。いいタックルです。ジョルディ・アルバ、アンスマネ・ファティ。バルセロナがボールを失いました。アンスファティ、カットインして中へボールを運びます。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。中に入れた。これを止める。ゴールを割らせません。コーナーからのやり直しです。キーパーがキャッチしました。余裕さえ伺えます。ボールを失ったのはレバンドフスキー。さあデンベレのチャンスにこの大歓声。キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。ボールを入れた。来た、ゴール。華麗なシザースキックからのシュートが決まりました。リプレイが出ます。このコーナーは用意してきた形でしょう。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。相手にパスしてしまいました。アンスファティ、キーパーが両手でキャッチしました。少し強かったか。逆サイドへのパスはラインを割っています。スローインです。選手を変えるようです。このシュートはキーパーがしっかりとキャッチしました。キーパーの目の前でしたが正面に飛んでしまったんでしょうか。もう少し見事なテクニックで突破してきました。入った、ゴール。これでハットトリック達成です。いやー、それにしてもこの選手はすごい活躍ですね。フィニッシュも非常に落ち着いていました。こうなるともう誰も止められないんじゃないですか。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開も見事でした。ここでポゼッションを失いました。レバンドスキーへのクロスです。中途半端なクリアになりました。ボールはまだ危険な位置にあります。レバンドスキーへのクロスです。キーパーがセーブしました。キーパーからのパスがカットされました。ちょっと軽率なプレーですね。止めた。キーパーが辛くもセーブしました。自分のミスが招いたピンチでしたが、なんとかセーブできてホッとしているでしょうね。レバンドフスキー、この歓声はシュートを求めてますね。しっかりとクリアしました。ラフィーニャ、クロスはファーサイドへ、ゴール。ここでさらにリードを広げます。あと何点取るつもりなんでしょうか。リプレイが出ます。このクロスでうまく崩しましたね。そしてこの冷静なフィニッシュ、ジャンプせずに頭で合わせてきました。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。試合終了まで1分も切りました。行かせません。タックルで止めました。
ここはジョルディ・アルバ盾を突くでしょうか。試合終了です。この一戦はバルセロナが勝利を収めました。圧勝とはこういう試合のことを言うんでしょうね。ボールを制し数的優位や位置的優位を積極的に